皆さんこんにちは。さっさっさと情報がよくわかるサリーチャンネルへようこそ。声のする方に進化するワークマン社会取締役のサリーです。今日ご紹介するのは新作のこちら、じゃじゃん、トレッキングシューズが本格的にワークマンも出てしまいました。なんと価格先に言いますと、こっちが4,500円、そしてこちらが3,500円という登山シューズではありえない価格になっております。ちょっとね、詳しくいろんな機能を紹介していきたいと思いますので、最後まで楽しんで見ていってください。はい、それではまずこちらから紹介していきたいと思います。こちら商品名がですね、こちらトレックシューズアジムでございます。価格が4,500円。実はね、以前先行してこのシューズ販売されてて、その時3900円だったんですよね。でその売れ行きを見て、まあ、ちょっと新製品にするかどうかみたいなところがあったんですけど、お値段が少し4500円になった分、ちょっとグレードアップもして新たな靴として登場しております。でこちらまずハイカットですね。ワークマンではあんまりハイカットのシューズって今までなかったんですけれども、こちらはやっぱり登山する方、やっぱり捻挫のリスクであるとかね、やっぱりハイカットですよね。私も初めて数十年前に富士山に登ったんですけども、その前にあといろいろ高尾山登ったり大山登ったりっていう登山するときにすごい高いシューズ買いました。確か結構ね、18,000円ぐらいの、それでも割と一番スペック的には低いけど、まあ登山するにはこのぐらいかなみたいなメーカーさんので、すごい高かったなと思いながら、これがね、ほんと4号で作れるってすごいですよね。でまあこれハイカットで、しかも今流行りのデザインというか、かなり厚底のデザインになってますね。ただこれね、こんなに分厚いとなんか余計にこうグラグラ危ないんじゃないのと思うんですけど、これね、手入れてみると実はここまでじゃないですよ。もうちょっと実際このぐらいな感じがします。このぐらいな感じだから、まあ、デザイン的にちょっと厚底には見えてるんだけど、実際はこのぐらいなのかな。だからしっかりでもクッション性もあるし、手入れてみてもしっかりクッション性もあって、生地もね、いい感じでペニョペニョではない、しっかりしてるけどしっかりクッション性もある感じの生地感になってます。そして登山といえば、もう今日もね、ここのキャンプ場山なんですよ。標高 1000m 以上ある山で、突然結構急に雨が降ってきてしまったりするんですが、まあ、当然登山といえば急な雨に備える必要があります。ということでこれしっかりと防水透湿の生地になっています。一応これイナレムシリーズの高機能透湿防水素材のイナレムを使用していて、6センチ防水となってます。だから6センチだと多分この辺なんだけど、ただ実際ここの中敷きのこの白い内張りが入ってるところありますよね。ここの部分までこの中をすっぽり覆うように靴下みたいなものが入ってるのを想像してください。靴下みたいなブーツみたいなものが薄い生地なんですけども、それが防湿透湿素材で、それがあることによってこの辺の例えばこういうところとかが濡れても中に染み込みにくくなるようなね、そんな性質をが持っている、その靴下状みたいなものが入っていると。でそういうのが入っているのって他のメーカーさんだとやっぱりね、2万円とかね、そういう価格帯になってきちゃうんですけども、ワークマンの場合は4500円でしっかりと防水透湿も叶えているということですね。あとね、まあ、こういうところ引っ掛けるじゃないですか。でこれ引っ掛けるんだけども、これが結構気がつくと抜けちゃったりするのもあるらしいので、結構そこなんかこだわってシュッてなんか抜けちゃわないように、こうなっててもすぐにここがペローンって外れたりしないようななんか形状の設計にしてますなんていうお話を前に確か開発の社員さんから聞きましたね。であとここです。ここのこういう登山靴が一番傷みやすいところって、ここの内側の生地らしいんですね。ここがボロボロになってもうこの靴開けないなみたいになっちゃうんですが、そこがですね、今回こちらタフテアルインサイドという生地、セーレン株式会社共同開発した高耐久生地をライニングにしようと、摩耗性が非常に 1.6 倍高くなっているということなので、ここすべて今まで靴をダメにしてきた方々、ここ 1.6 倍の耐久度になってますので、安心してね、ガシガシ履いてもらうことができるというふうになってます。
でこちらがですね、カラーがブラックとあともう一個ね、グレーオレンジのようなカラーの2種類の展開になってます。で靴底はこんな感じですね。これも確かなんか結構山で電車とかで山に行って帰り泥がついたまんまちょっと街中歩くのとかあれなんですけど、なんか自動で泥が落ちやすいなんかセルフクリーニングの機能があるとかいう話もあったので、なんか泥がね落ちやすいようなそんな感じになって仕上がっているようです。はい、続いてこちらがエンリルという名前のシューズでございます。価格はこちらより1000円安い3500円となっています。こっちはローカットですね。こっちと比べるとよくわかりますけれども、ローカットなのでハイカットにあんまり慣れていない方、ちょっと本当に軽登山の方なんかにも履いていただけるのがこちらのエンギルでございます。ちょっとこっちと比べるとブルーが入った靴底なんですね。ネイビーとブラックで、こっちはもうブラック一色って感じなんですけども、この辺のちょっとなんかデザインもちょっとかっこいいですね。ここがなんか二重になってるのね、ここね、面白いね。ここが二重になっていてクッション性もあり、これはね、5センチ防水だそうです。まあ5センチの防水が効いている。中に多分その靴下状のさっきのこっちで入ってた靴下状のは入ってないとのことなので、水に本当に強く行きたいっていうんであればこちらがおすすめですが、いや雨の日の登山とか、まあ基本的に本当に天気のいい時に軽く行くぐらいなんだよって方はこちらの方がでも大丈夫というところですね。あと2つとも言い忘れてましたが、こちらもこちらも抗菌防臭の中敷きデオプットを使っているので、匂いがね、あまりちょっと嫌な匂いが出にくくなっているというのもあります。これもね、今流行りの厚底系ですが、手を入れて触ってみるとやっぱこなんかとなくこの辺かなっていう感じですね。中敷きの感じでいくとね、ここまでがっつりここが接地面っていうわけではなくて、だいたいこの辺になってますね。で靴底のデザインもね、実はちょっと変わってるんですね。こっちはこちらでなんか X って英語の X みたいな感じにこれなってる。でもなんか触ってみるとすごくしっかり滑りにくそうな素材感になってますね。もしかしてこことここでちょっと違いますね。こっちがなんかこっちとこっちでね違うの、この辺触り心地が。これは一緒だね。なんかこだわりがあるということですね。でこちらのカラーはブラックと、あと今夫の浜さんが履いてるんですけども、ちょっとカーキのようなカラーの2色展開になってます。今日ちょうど雨が本当にすごい中、それどうですか。まあ、全然ね染みてくる感じもなくてね、うん、快適ですよ。快適ですか。うん、うん、じゃあ硬すぎないかね。あ、このスニーカーに近いよ感覚的に。あ、なるほどね。たまにねちょっと硬いのとかもあったりするからね、柔らかく履けるっていうところですね。この辺は濡れるとどうなんだろう。全然平気っぽい。あ、全然平気ですか、うん、あ、じゃあ何らかのなんかワークマンのって大体ほんと確実に防水って言えるラインしかなんか言えなかったりするんですけど、じゃあこの辺も意外としっかりと撥水とか防水の加工がされているのかもしれませんね。うん、じゃあまあ、トレッキングの時はもちろんこういうキャンプなんかにもね履いてもらいやすいシューズかなと思います。じゃあちょっと実際にですね山で履いてみた写真、して動画がありますのでこちらをご覧ください。あ、今ね一周ぐるっと回って約30分ですね。途中ね最後狭い階段のところで詰まっちゃったりとかしたんですけども、普通のサクサク歩くペースだと1周30分です。アジムさんも非常によく頑張ってくれまして、結構ね大きいゴツゴツした岩場を歩くことが多かったんで、やっぱりハイカットすごく安定感があって安心感あって良かったです。あとねやっぱね中敷きというか、ここが結構やっぱ厚底な感じもあるからブレる感じはなく、ブレなくてしっかり踏み込めるけど、足に岩がね例えばなんかこういう風にゴツってなってても全然なんか大丈夫というか、うん、なんかねしっかり足を守ってくれる感じがあって全然大丈夫ですね。いや、よかったよかった。はい、ハマさんのエンギルの感想はいかが。あ、これねやっぱりねローカットって履き慣れてるからね、あ、確かにね、うん、すごい履きやすかった、うんうんうん、でやっぱり滑らない基本的には、うんうんうん、基本的には岩場も問題ないかなって、うん、ただ鋭利なところで角度がきついところだと
まあさすがにねちょっと滑ることもあるけど基本的なところは問題ないかなと、うん、あとねやっぱ履きやすいね。あ、そう、うん、でここがなんていうのかな、二重になってるね。そう、二重になってるのよ。でここでクイッてこうやれるから、うん、結構履きやすかったなっていうね。デザインもかっこいいし、うん、いいんじゃないでしょうか。これが3500円だったら安いよね、うん、トレッキングとかだったら全然問題ないよ、うんうん、はい、まあ、これからねエンギルとアジムも発売予定となっておりますので8月下旬からねぜひぜひちょっとご期待ください。はい、というわけで今回はですねトレックシューズのアジムとエンギルをご紹介いたしました。こちらまだ発売前でして8月の下旬頃に、順次発売されるという予定でございます。であと商品番号がこちらが53579、こちらがちょっと今わかんないのでちょっとテロップで出しておきますのでお店に問い合わせとかされる際はそちらの商品番号で在庫ありますかなんて聞いてもらえると嬉しいです。8月下旬発売予定なのでちょっと変わる可能性もあります。ご了承ください。で私のチャンネルでは他にもですねワークマンの店内レポや春夏商品の紹介などもしております。そちらも合わせてご覧ください。あとはもう一つのチャンネルサリーのキャンプチャンネルではワークマンのキャンプギアの紹介やキャンプ場の紹介もしております。そちらもぜひチェックお願いいたします。今回の動画が良かったという方はいいねボタンをチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画ですぐお会いいたしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。もう一つのチャンネルサギーのキャンプチャンネルもぜひチェックしてみてください。 Twitter、X、Instagram、TikTok もやっておりますのでぜひそちらもフォローよろしくお願いします。